西村康稔氏は、日本の通産官僚、政治家、自由民主党所属の衆議院議員、経済再生担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣、新型コロナウイルス感染症対策担当大臣、内閣府特命担当大臣、衆議院内閣委員長、内閣官房副長官、内閣府副大臣、外務大臣政務官、 自由民主党総裁特別補佐、筆頭副幹事長などを歴任。第二次、海部改造内閣で、実地大臣権国家公安委員会委員長を務めた、元衆議院議員の水田は岐阜である。2013年、非ペルー外交関係140周年、記念セレモニーでの西村西村と、エストニア外務大臣ウルマスパイと2018年。 第44回先進国首脳会議にて、兵庫県明石市生まれ。実家は、時計店で、父親はサラリーマン。神戸大学附属明石中学校、名田高等学校を経て、東京大学法学部卒業。高校在籍時は、野球部でサードを守っていた。大学在学時は、ボクシング部に所属。1985年、通商産業省入省。 経済企画庁への出向や石川県商工課長を経てアメリカ合衆国メリーランド大学大学院で国際政治経済学を専攻し1992年5月に修士号を取得した1999年通商産業省環境立地局調査官を最後に退官2000年の第42回衆議院議員総選挙に 引退する原健三郎の地盤を引き継ぎ無所属で兵庫九区から出馬したが自由民主党公認の宮本十三に敗れ落選した2003年第43回衆議院議員総選挙に再び無所属で兵庫九区から出馬し前回敗れた宮本を下して初当選無所属の新人議員5人で院内会派グループ改革を結成後自民党に入党し 森派に入会。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、新党日本公認の宮本、民主党公認の畠中三成を破り再選。2006年、自民党内閣部会産業、地域再生省部会長に就任。2008年8月、福田康夫改造内閣で外務大臣政務官に任命され、麻生内閣まで務める。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では自民党に逆風が吹く中国民新党公認の宮本を兵庫9区で6万病町で破り参戦。兵庫県の12の小選挙区の当選者のうち西村が唯一の自民党公認候補であり総選挙後は自民党兵庫県連会長に就任。同年9月自由民主党総裁選挙に 町村派の一部議員から押される形で出馬したが、谷垣定一に敗れた。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では、民主党の浜本博士、日本維新の会の谷俊次らを下して4選。選挙後に発足した第二次安倍内閣において内閣府副大臣に任命された。2013年2月、2009年に退会した町村派に、 約3年半ぶりに再入会。2014年9月3日、第2次安倍改造内閣で内閣府副大臣に再任。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で合戦。2016年1月4日、衆議院内閣委員長に就任。2016年8月、自民党総裁特別補佐に就任。合わせて筆頭副幹事長。 選対副委員長に就任。2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣において、政務担当の内閣官房副長官に起用される。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で6選。2019年9月、第4次安倍第2次改造内閣において、経済再生担当大臣、内閣府特命担当大臣に起用される。 2020年3月6日より、新型コロナウイルス対策担当大臣も兼務。就任以降、土、日も含め連日記者会見を行うなど、積極的な情報発信を行った。2021年7月7日午後6時過ぎから、菅義偉首相は、首相官邸で、西村や田村の久厚生労働大臣らとおよそ1時間ほど、協議を行った。この協議により政府は、 7月11日まで東京都に発令されていたまん延防止等重点措置を12日以降緊急事態宣言に切り替える方針を固めた。協議の内容は7月7日夜速やかに報じられた。同年7月8日午後7時、菅首相は記者会見し緊急事態宣言下での2020年東京オリンピックパラリンピックの開催を決定したと発表。 同日夜、西村も記者会見を開き、緊急事態宣言発令に採取種類を提供する飲食店が休業要請に応じない場合、その店舗情報を金融機関に提供する考えを表明。店舗の情報を関係省庁、金融機関とも共有し、金融機関からも応じてもらえるように働きかけを行ってもらうと述べた。この発言に対し、 立憲民主党の安住敦志国対委員長は国会内で記者団に金融機関に対し言うことを聞かない酒屋さんにお金を貸すなみたいなことを政府側が言う権限は法律上どこにもないと指摘。単に脅している締め付けをしようということだと反発した。銀行関係者もありえない。 お酒を出さないよう勇士で締め付けているように見えれば、暴力を背景に仕事をしているヤクザと一緒だと強く抗議した。同年7月9日午前、菅首相は西村の発言を承知していないと述べた。同日、自民党の森山博史国対委員長と林幹雄幹事長代理は加藤勝信官房長官と首相官邸で会談し、西村の発言について、 閣僚発言は重い、誤解を招くことがないよう注意してほしいと申し入れた。西村は、同日の閣議後の記者会見で、不公平感の解消のためだと説明し、この時点では発言を撤回しなかったが、同日、加藤官房長官は、記者会見で、西村からの連絡を受けて、方針を撤回したことを明らかにした。西村自身も同日夜の BS フジの番組に、 出演し、関係省庁から金融機関に何か働きかけをすることはやらないと述べるなど、1日で見直しに追い込まれた。同年7月11日夜、西村はツイッターを更新し、趣旨を十分に伝えられず反省しておりますと記したが、謝罪はしなかった。大臣辞任や議員辞職を求めるツイートはその後も相次いだ。7月12日、 立憲民主党の山井和則国体副委員長は、あまりにも、高圧的に過ぎると国会内の記者団に述べ、同党の他の幹部は、売上限で苦境にある飲食店への恫喝だと、辞任を要求する声を上げた。種類小売業の団体、全国小売主販組合中央会も、西村の発言を、乱暴な発言だとして、自民党の下村博文政調会長に、党本部で抗議した。 同年7月12日、金融機関から遵守を働きかけてもらうよう求める政府の方針決定について内閣官房が金融機関を監督する金融庁、財務省、経済産業省と事前に調整していたこと、並びに内閣官房が8日付で政府方針への協力を依頼する文書を各府省庁に出していたことが分かった。西村単独の考えではなく、 政府ぐるみで進めようとしていた方針決定であることが明らかとなった。政府は金融機関に事業者への働きかけを求めるとした方針の撤回に、続いて7月13日には種類販売事業者に対し休業要請などに応じない飲食店との取引を停止するよう求めた方針も撤回した。同年7月14日、立憲民主党、日本共産党、 国民民主党の野党3党の国対委員長は国会内で会談し西村の経済再生担当省の辞任を要求する方針で一致した2012年7月所得報告書に誤りがあり訂正を行った2014年に西村の資金管理団体総合政策研究会が開演制の六本木ヒルズクラブに2007年3月に入会費 約124万円と予託金50万円を支払って会員になり、その後は毎年年会費約19万円を支出していることが報じられた。会員権は指摘にも使え、政治資金の使途に必要な公明、公正さを確保できず不明朗だ。個人で購入し、政治活動に使った場合のみ費用を政治資金で賄うべきだとの指揮者のコメントを 朝日新聞が報道している。2016年に統合型リゾート施設整備推進法案を議員立法で法案提出した際、大阪府内のスロットマシン製造会社から2013年度からの3年間で計111万円の献金を受けていることが報じられた。日本共産党の機関紙新聞赤旗に西村の関係する自民党兵庫県商工振興連盟支部への 村上ファンドの関連会社役員二人からの合計200万円の献金が報道された。また、村上ファンドに出資した政治家や財界人の実名及び投資の金額、投資の時期が書かれた投資家リストが流出し、そのリストに西村の名前があると北田が報道した。ありがとうございます。